はい、こんにちは、グリードです。いよいよね、大西洋時間の12月6日にモダン3とウォーゾーンのシーズン1が始まります。もう膨大な量の今回アップデート内容が発表されました。そこで僕思ったんですけど、昔の COD って追加マップ、新武器、すべての DLC って有料だったんですよ。今の日本の COD は円安の影響で1万近くになってますけど、それでも昔のこう DLC を毎回払ってたお金を考えると、それでも随分安いなっていうふうに思いました。それに加え、今はね、無料のウォーゾーンがあるから、これだけのアップデート内容が定期的に無料で来るっていうのに、なんか最近慣れてしまいましたけど、ちょっと昔だったら考えられないことですよね。いや、本当ありがたいことだと思います。さあ、それではまずマルチプレイヤーの内容から見ていきましょう。4つの新しいマップ、イーストベイミートの土作城を中心としたコンパクトなマップというわけで、かなり狭いですねこれ。みんな待望の小さいマップですけど、ショットガンがね、強くなるので、どうなんでしょうか？大丈夫なんでしょうか？もう一つ、ギリシャ。これも66です。こちらはさっきよりは、広く感じるけど、だいぶ細道多いっすね、これ。どうなんだ？これグランドウォーマップとかじゃないよね。リオ66。こちらはさっきよりは道はね、シンプルになってますが、リオデジャネイロの鮮やかな色彩を満喫しましょうというね。かなりこうマップ自体は明るくて良さげではあるかな。そして 2v2 ガンファイトマップ復活っすね。ガンファイトは復活するんですよ。これは書いてありますね。シーズンの半ばに、まあ、いわゆるホーリデーシーズンを祝うような追加ルールも来るみたい。限定ルールだね。このフリーホールでは一人のプレイヤーが悪名高いゾンビのワンダーウェポン、ワンショットレイガンを持って出現します。光線銃でオペレーターを排除した者が、この強力でこの世とは思えないピストルの新しい保有者となります。まあ、自動翻訳なんでゾンビモードの武器が使える、まあ、いわゆる感染者モードみたいなルールでしょうかね。ホーリー、あ、そうだ、クリスマスだよ。そうだ、クリスマス風のマップになるってことだね。季節の食べ方、サンタグノーズは恐怖を広めるためにここにいます。どういう日本語？感染者。あ、これもインフェクテッドですね。インフェクテッド来る。感染者側がゾンビになっております。新しいベスト。ベスト追加。まあ、いわゆるパークですよ。パーク。キルでは頭蓋骨は表示されません。UAV 及び敵のレーダーの影響を受けません。かっこ、静止中を含む。動いてない間だけ、まあ、UAV に移らないと。まあ、どうなんだろう。ちょっとこれは、やってみないとわからないバランスではありますね。さらに、新しい、キルストリーク。スウォーム。え、スウォーム？え、スウォーム？あ、BO2 だっけ？スウォーム？まあ、大量のドローンが敵に向かってドドドドドンって降り注ぐっていう。え、大丈夫かこれ。大丈夫か、心配だな。え、EMP も来んの？まあ、13連続キル。まあ、そんなに積む人はいないかな。さあ、そして来ました。シーズンの半ばで、ランクプレイスタート。マルチプレイヤーの方ですね。ランクプレイ。まあ、おそらく CDL、今年もね、プロリーグの方が発表されたので、まあ、それとタイミングを合わせて、スタートするんじゃないかなと思います。今作の44ね、すごい評価高いんですよ。海外だとね、もう発売日から賞金付き大会をね、毎日のようにもうすでにやってて、なんかね、引退した元トッププロ選手たちがなんかすごいみんな戻ってきて、うわ、今作すげえ面白いって言って大会出まくってるんですよ。こういうことってね、今までマジでなかったんで、やっぱり4対4と、やっぱ昔のモダン2マップっていう相性がすごくいいのかな。そしてモーダンオフェア3ゾンビ。まあ、ゾンビちょっと僕ね、あんまりがっつりまだやれてないんですけどね。新しい物語とか、なんかすごいでっかいミミズのクリーチャーみたいなのが映ってますね。30分間なんか異世界に入って目標を達成するっていう。俺またなんか、別世界に行く、別マップに行くってことかな、これ。ご想像の通り、変身した人間が戦いに加わり、どういう何がご想像の通りかわかりませんが、もう腕がアイアンマンみたいになってるね。ゾンビのアップデート内容も、いや、かなり多いっすね、これ。あ、来ました。ついに、ウォーゾーンですよ、ウォーゾーン。新マップですね。まあ、こちらもうゾンビモードのマップとして使用されてるんですが、ウォーゾーン1の、ベルダンスクを思わせるような追加マップ。いや、これ、先行プレイでプレイした時もかなり好印象でしたね。もちろん、リサージェンスモードもあります。アシカにボンデル。ちょっと狭めのマップで、何回もリスポーンできるウォーゾーンの方ですね。まあ、結構、戦闘がたくさんできるから、
人気なモードですが、そしてここね、ここからがちょっとおーすごい、だいぶいいんですか、こんなユーザーが求めること全部実現していいんですかみたいな内容なんですよね。スライディングキャンセルやタックスタンスといったあのモダン3のキャラコンがウォーゾーンに、追加されるっていうのはもちろんのこと、新しいウォーゾーンではこれらのパークが常にね発動してる状態らしい。タックパッド、コマンドグローブ、クイックグリップグローブ、クライミングブーツ、オーバーキル、マルチプレイヤーだったらパークをつけないと発動しないスライディングしながら ADS とか、さらにオーバーキルまで全てデフォルトでついてる。これはねどういったバランスになるのかわかりませんけど、でも確かにプレイヤー視点から見れば相当快適なウォーゾーンになると思います。さらに細かいウォーゾーンのアップデート、まあ全体的に言えば本当にプレイをより快適にするアップデート内容ですね。まあ泳いだりはしごだったり、もうどんな時でも基本的にピストルが撃てるようになってるとか、あと手動でガスマスクをつけたり外したりが可能になるっていう、まあこれ先行プレイで体験しました。さらにバックパック、アイテムの管理もより快適に、弾薬は別スロットになり、自動で弾を拾うようになります。さらに武器の、レアリティですね、色によって、ランク付けがされるようになったり、ウォーゾーンでもミニマップ上に赤点、射撃時にね発砲時のミニマップの赤点も追加と。これはマップの新しい要素ですね。列車をね自分で操縦できたりとか、ジップライン、横のね水平のジップライン追加。シーズン中もどんどん追加コンテンツ発表します。チャンピオンクエストっていう、連勝で格チャレっていう、ね、人気だったクエストも復活。クリスマス仕様の列車に、ゾンビたちも可愛く、コスプレしちゃったり。あ、ここでやっと追加武器だ。XRX ストーカー、スナイパーライフルの追加武器。これ最初見たとき、あれ？ん？ MSR かなみたいなモダン3の思ったんですけど、ちょっとやっぱ違うのかな。ボルトアクションのスナイパーライフルさらに追加。そして来ました。ラム7アサルトライフル。これはね、2019の時にあったから、まあ今までもタボールでいいですよね。タボールは好きな人多いから、これ非常に嬉しい人多いんじゃないかな。さらに、ストーメンダー、ランチャーですね。ランチャー？ EMP 発射のランチャー。これ現実世界にあるの？こういうの。EMP クレイがあるからどうなんだろうね。あんまり使うことなさそうな気がするけど、まあ、範囲がね、広かったりするのかもしれないね。SMG の追加武器もあります。9ミリサブマシンガー。HRM9。これはまたコンパクトで機動力高そうな SMG。まだ追加武器ありました。タックエボルバー LMG。先進的な多口径 LMG。多口径方法。7.62 弾、または 5.56 弾を発射できる。なんか最新鋭の LMG 来ましたね。さらに、アタッチメントも新しくシーズン中に来る。新アタッチメント。複数の武器用の新しい火炎放射器アンダーバレルアタッチメント。ジャックプリファイヤー。おぉ！火炎放射器ついに来るのこれ。待って、BO1 の頃でしたっけ？やったの。新武器だけじゃなくて、そうか、今作は武器をね、別武器に変えられるっていうコンバーションキットっていうのもあるから、なるほど。これ毎シーズンどんどん追加されていったら確かに武器100種類以上になりますね。これはね、バレルが2つついてて、同時に発砲できるっていう。これいいんですかこれ。いわゆる、つまり威力2倍っていうことでよろしいですか。まあ、さすがに威力制限はあると思うけど、これって現実世界にあるんだね。デビルメイクライのネロのリボルバーみたいな。他にも1,2,3、待って、どんだけあるんだこれ。ホルガーの4点バーストキットとか、まだあるんだけど。ハンドガン、射程を伸ばす。ライバル9って SMG を中距離の3点バーストアサルトライフルに変えるっていうコンバーションキット。もう別枠。SMG を AR にするっていう。はぁ、すごいなぁ。これ武器の種類。どんだけ増えるんだ。逆に困るかもしれん。こちらはバトルパスですね。ブラックセルとかも。本作もあります。新オペレーターはノーランとトッケビ。スキンもどんどん追加。サンタのスキンも追加と。こちらはあれか、デューンのコラボだよね。モダン2の頃から本当に映画とかドラマ、あとアーティストのコラボ増えましたよね。さらに、プレステージ機能。どうなんだろう。まあ、いわゆる昔のね、プレステージ機能ではないと思いますが、その全部
武器もレベルも全リセットの昔のプレステージ機能ではないと思いますけど、まあ、基本的にどんどん次のレベル55からさらにレベルが上がっていきますよっていう、でエンブレム報酬とかコーリングカードがもらえますっていう。あ、でもプレステージ5の最終の報酬に MTZ556 の AR のブループリント、コンバーションキットってことでいいのかな、スプリントから発射までの、スプリントスピードが速いアサルトライフルがもらえるらしい。あ、でもこれはちょっとやっぱやっといた方がいいかな。今後の DMZ の話も書いてあります。モダン3と新しいウォーゾーンとはコンテンツの同期はされないらしいですね。一旦 DMZ は置いたまま、そのままですけど、今後はもう DMZ は DMZ として新しくアップデートはしていく予定なので、追加情報をお待ちくださいという感じですね。さらに CDL パック2024、今年もコールオブデューティーね、フランチャイズリーグ。いや、次の COD のね、世界大会、ちょっと見に行きたい気持ちもあるな。以上がシーズン1のアップデート内容になります。いやー、気合い入ってますね、本当に、このアップデートは。まあ、COD20 周年っていう理由もあるのかな。去年のモダン2のシーズン1のアップデート内容より断然多いですね。これだけのアップデート内容が定期的にしっかり来るっていうのは、いや、ほん本当にすごいことだと思います。マジで。COD はなんだかんだもう20年続いてて、この先10年の予定まで全部決まってるらしいんで、ひとまず COD は。まあ僕がおじいちゃんになってもできれば嬉しいですね。で、今後の僕の予定としてはね、まあ最近ほぼ毎日のように配信してるんですけど、やっぱりウォーゾーンもやっていきたい。マルチとウォーゾーン、いいバランスでいけたらなと思います。やっぱりね、無料っていうのは非常に大きいので、無料の COD を少しでもちょっと触ってみようって思える方が増えたら、僕はとてもハッピーになりますね。それでは、今回はシーズン1のアップデート内容でした。お疲れ様です。